時からここでパンを売っているとか。毎日食べていたという岡田さんの大好物ピノッキオ、一体どんな味なんでしょう。一番にすごく出てくる、どんどんと帰ってくる、あの裏ではすごく見てくれる母親だったんですけど、無事で突き放して、はい、でもね、小学校2年ですよ、はい、年だったらはぁ、おもちゃん、どうですか。いやでもまあそのまあびっくりもありましたけど、子供ながらには楽だなっていうのもあったの、勉強しろとも言われなくなったので、はい、そのどういう人になるのかとか、まあ、なりたいのかみたいなのをそこから考えるようになって、うん、で、まあ、米田先生とかは憧れた中学校的に、うん、こういう人になりたいなって思った男性、うん、何一番米田先生惹かれたんでしょうね。米田先生は本当に変な噂ばっかりあって、日本代表 のナンバー8って8番、漫画なりにも8って書いてあるんですけど、それだったんじゃないかとか、でも多分全然違うんですけど、子供たちの中ではそういうふうにこう憧れが大きくて、この人は日本代表の8だったんじゃないかとか、噂になったりとか、でも本当にもう
村先生が宮崎にこう行かれるってなった時に本当にみんなで泣いて、うん、行かないで先生みたいなのをこうやるぐらいの、いつもなんか短いシャツ着てマッチョで、うん、笑顔で走って追っかけてきて、ね、うん、一緒に走っていくのが浮かずに、うん、あの先生というか、うん、当時も若かったっていうのもあったと思うんですけど、うん、一緒に走りながらわっはっは、うん、あの走りながら僕たちの目線と同じ目線で練習してくれるみたいな素敵な先生でしたね。一緒に歩んでるって感じがしたんですかね。そうですね、なんかでもかっこよかったですね。大人の男でなんか腰に手当てて笑顔で牛乳飲むような先生なんだと。牛乳をわはははって言いながら走れ、はは若いんだみたいな、お前ら若いんだみたいな先生だったんですけど、めちゃめちゃいけるみたいな。ちなみに米田先生ですね、取材によりますと岡田さんの大河ドラマは必ず一つの回を2回見ているそうです。いや本当ありがたいですね。 BL